ロレスを通じるんですけど、都道府県も会場も違えば何一つとして同じ日ってないんです。だからその日に合わせてどう盛り上げていくかっていう、どうコンディションを調整していくかっていうのを、そのミニ四駆のその日のコースに合わせてカーブが多いのか直線が長いのか直線まで調整するっていうのはね、似てるなぁと。でその仕事のことを忘れてこういじってる時間っていうのを聞くと、僕にとってのそのオンとオフバランスを保つための調整とになってる。楽しんでね、ミニ四駆を作ってますけど、実はプロレスのためにミニ四駆作ってます。